秋葉原駅まで皆様こんにちは。この度自由民主党総裁選挙に立候補いたしました安倍晋三でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。私は小泉総理とともに5年間改革を進めてまいりました。今改革をそろそろやめた方がいいんじゃないか、一休みした方がいい、こんな声を聞きます。皆さんそれで本当にいいんでしょうか、改革を止めていいんでしょうか。私は決してそうは思いません。しっかりと改革の炎を、松明を引き継いでいきたい、こう思っています。日本の人口は減っていく、そしてまた企業も世界の中で競争に勝ち抜かなければ生き残っていけない、そういうグローバルな社会になりました。構造改革をしっかりと前に進めていかなければ皆さん日本の未来はないんです。しっかりと私たちはさらに改革を進めていくべきだ、まずそのことを申し上げたいと思います。そして3番目は国を開いていくことが必要です。日本を、日本の社会を、そしてまた経済を開いていかなければいけません。世界から優秀な人材がどんどん入ってくる、そして日本に投資がどんどん増えてくる、そういう国にしなければいけません。世界の人たちが日本に行けばいろんな可能性がある、そう思って優秀な人たちが日本にやってくる、自分の子供を日本に連れて行って教育をさせたい、こんなことを思ってもらえるような、そういう国にしていきたい、またそういう人たちに対して私たちは寛容な国でなければならない、こう思っています。そしてまた国同士がお互いを開いていく、自由貿易協定等をもっと広げていくことによって私たちは消費者を日本国内だけではなくてアジアに世界に消費者を得ることができます。日本の製品を世界中に売っていく、このことも可能になっていく、この3つのことをしっかりとやっていけば皆さん日本は力強く成長をしていきます。そうなれば一人当たりの収入だって増えていくんです。本当に豊かな成熟した国になっていく、そのための成長戦略をしっかりと実行していくことをお約束をする次第であります。成長戦略の改定に向けて最速のスピードでドリルを回して発信し続けていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。ではいかにして成長を図るのか、国を開くこと、日本の市場をオープンにすることです。これは政治家となって以来私の中に流れる一貫した哲学でした。私が追い求める日本とは、世界に対してどこまでも広めろとオープンにつながる日本です。日本の再興に必要なものは、古い日本を新しくし、新しい日本をもっと強くする強力な触媒です。対日直接投資にその期待がかかります。国家戦略トップという総理の私が直接担当する場所で徹底的な規制撤廃を図り、世界から資本と英知が集まる場を日本にこしらえるつもりです。ロンドンやニューヨークといった都市に匹敵する国際的なビジネス環境を作る、世界中から技術、人材、資金を集める都市を作りたい、そう考えています。トップクラスの外国人医師が日本で働けるよう制度を見直します。お子さんを通わせるインターナショナルスクールをもっと作りやすくします。建築規制を変更し、町の中心に人口を呼び戻していきます。本気です。
世界から人物金を呼び込んで、それを成長の糧とし、そしてまた大きくなる、そんな日本を作る戦いが私の取り組む戦いです。日本をオープンにし、リスクに立ち向かうチャレンジをする社会にし、女性や若者、外国人の力を借りてイノベーションが花開く場とすることで、私は日本を生まれ変わらせたいと思っています。30年40年先に例えて言うなら、ウィンブルトンのセンターコートで勝負できる国であるように今変えたい、そう考えています。私の成長戦略は官僚たちに書かせたただのエッセイではありません。私がアンダーライトし実行するものです。まずはじめにはっきりと申し上げておきたいことは、5年間小泉総理が進めてまいりました構造改革を私もしっかりと引き継ぎ、この構造改革を行ってまいります。構造改革はしばらく休んだ方がいい、あるいは大きく修正をした方がいいという声もあります。私はこの構造改革をむしろ加速させ、そして補強していきたい、このように考えています。本日 TPP 環太平洋パートナーシップ協定に向けた交渉に参加する決断をいたしました。 TPP の意義は我が国への経済効果だけにとどまりません。日本が同盟国である米国とともに新しい経済圏を作ります。今がラストチャンスです。この機会を逃すということは、すなわち日本が世界のルール作りから取り残されることに他なりません。 TPP がアジア太平洋の世紀の幕開けとなった、後世の歴史家はそう評価するに違いありません。アジア太平洋の世紀、その中心に日本は存在しなければなりません。 TPP への交渉参加はまさに国家100年の計であると私は信じます。 TPP はピンチではなく、むしろ大きなチャンスであります。アジアなど海外の成長や活力を日本に取り入れることは、21世紀における持続的な成長に不可欠です。2010年に外国人の訪問を1000万人とする目標の達成に向け、今年は日中間の交流人口を500万人以上にすることを目指します。大都市圏における国際空港の24時間共用化や、外国から我が国への投資を倍増する計画を早期に実現します。アニメ、音楽、日本食など日本の良さ、日本らしさにあふれる分野の競争力を強化し、世界に向けて発信する日本文化産業戦略の策定も含め、人物金文化情報の流れにおいて、日本がアジアと世界の架け橋となって共に成長していくアジアゲートウェイ構想を5月までに取りまとめます。経済連携の強化はお互いの国に市場の拡大という大きな恩恵をもたらし、国内の改革にも資するものであります。 ASEAN などとの経済連携協定や日中間の投資協定の早期締結と WTO ドーハラウンド交渉の早期妥結に取り組みます。世界一ビジネスフレンドリーな国にしたいと思います。私たちはそう言い続けています。この点シンガポールに追いつき、できれば
追い越したい、真剣にそう思っています。もはや国境や国籍にこだわる時代は過ぎ去りました。世界の成長センターであるアジア太平洋、その中にあって日本とアメリカは自由、基本的人権、法の支配といった価値観を共有し、共に経済発展してきました。その両国が TPP を作るのは歴史の必然です。年内の交渉妥結に向けて日米でリードしていかなければなりません。自由で創造力に満ちあふれる大きな市場を米国と共にこのアジア太平洋に築き上げたい、私はそう考えています。私は日本をアメリカのようにベンチャー精神のあふれる企業大国にしていきたいと考えています。昨日の議会関係者との会合においても申し上げたわけでありますが、慰安婦の方方々がにとって非常に困難な状況の中で辛酸を舐められた、苦しい思いをされたことに対して人間としてまた総理大臣として心から同情をいたしております。またそういう状況に置かれていたということに対して申し訳ない思いでございます。20世紀は人権が侵害、あらゆる地域で侵害もされた時代でもありました。21世紀を人権侵害のない素晴らしい世紀とするために、私もまた日本もそのために大きな貢献を果たしていきたいと思っています。このことについて大統領にお話をいたした次第であります。歴史認識につきましては、戦後50周年の機会には村山談話、60周年の機会には小泉談話が出されています。安倍内閣としてはこれらの談話を含め、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいます。慰安婦問題については筆舌に尽くしがたい辛い思いをされた方々のことを思い、非常に苦労が至ります。この点についての思いは私も歴代総理と変わりはありません。この問題についてはいわゆるこの談話があります。安倍内閣でそれを見直すことは考えていないわけであります。